さんこんばんは、スルメです。今回は検証動画ということでですね、何をするかと言いますと、こちらの自販機を使っていきたいと思います。はい、もうね、最近本当に暑いですよね。外にいると住民さんたちもね、みんな暑くて喉が渇いたりとか水分が欲しくなったりすると思うんですよ。なのでね、こちらの広場に自販機をね置いてみました。はい、こちらの自販機はですね、こうやってピッて押すとガコンってジュースが出てくるんですよ。これはね、住民さんが押しても同じことで、お、奥太郎が早速ね、そうピッてガコンってね、そうジュースが買える仕組みになっているんですけれども、このようにね、みんな大好き自販機なんですけれども、今のね、この暑い時期に置いておいたら、いつもよりもね、ボカンボカンと飲み物が売れるんじゃないかなと思ったんですよ。ということで、今回は暑い日に自販機を置いといたら1時間で何本売れるのか検証していきたいと思います。もうね、最近本当に暑いので、自販機を見たらね、飲み物を買わずにはいられないんじゃないかなと思うんですよ。なので、もうここら辺をね通った住民さんはもう全員買うんじゃないかなと私思っております。はい、こちらにね椅子を用意しましたので、私はねここに座って1時間で何本売れるのかをねモニタリングしていきたいと思います。はい、もうすぐね3時になるので、3時の鐘が鳴ったらスタートで、4時の鐘が鳴るまで自販機が何本売れるのかを見ていきたいと思います。もうね、奥太郎がすでに1個買ってくれたんですけど、まあ今のはね農家です。はい、ということでですね、3時の鐘が鳴ったので、ここから1時間この自販機の売り上げを見守っていきたいと思います。はい、奥太郎がね自販機の前にいたんですけれども、購入までは至りませんでしたね。はい、ということで、この自販機の飲み物はね何本売れるのでしょうか。ちょっと待って、奥太郎が帰ってきましたよ。これ買うんじゃない？やっぱ欲しくなっちゃったんじゃない？おっと、スルー。あ、スルーでしたね。薪拾いに夢中かな。今は飲み物よりもね、薪拾いの方が大事なのかもしれないわ。おっと、おっとおっと、お、かけてかけていく。買いました。ちょっと待って、なんか目の前で誰か釣りしてんな。はい、とりあえず1本売れました。いや、もう開始数秒でね1本売れたので、幸先いいんじゃないでしょうか。期待できますね。おかわりいく？おかわりいっちゃう、奥太郎。嘘でしょ。おかわりいただきました。いや、これちょっとすごいかもしれないわ。1時間でさ、飲み物結構売れるんじゃない？ちょっと期待できますね。これは後ろにねタコヤがいるんですよ。タコヤがねこっちにさえ来てくれれば飲み物売れるんじゃないかなって思うんですよね。お、来るんじゃない？タコヤ来るんじゃない？立ったよ。おっと、ビンタが来ました。え、こんなボカボカ売れていいもんなの？あ、アイス持ってんのにミンタ。アイスでちょっと口の中が甘くなっちゃったから、ちょっと飲み物でさっぱりみたいな、そういう感じですかね。ちょっと待って、タコヤがいなくなっちゃったかもしれない。そう、今ねこの画面だけでね状況判断してるので、今ね近くに住民さんがどのくらいいるかっていうのが分かんないんですよ。なのでそういうね緊張感も一緒に楽しんでいただけたらと思います。なんか影が近づいてくる気がする。あ、ビンタ、あ、ビンタおかわりですか？ビンタからおかわりいただきました。すごい、今もう奥太郎が2本、ビンタが2本でもう4本ね売れております。あ、誰か来るよ。あ、ビンタビンタビンタ、また、お、3個目。3個目、マジ？この短いスパンで3個も買う？ビンタまだね、アイスも食べ終わってないのに、ありがとうビンタ。来るかも来るかも、タコヤが来るかも。あ、来るかな。あ、来た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 、タコヤ。ほら、こっちにジュースあるで、タコヤ飲みたくない？おおおお、いいよ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 、買いそうじゃない？これ買いそう。来ました、タコヤも買ってくれた、ありがとう。やばいね、大繁盛じゃない？ちょっとこれ現実の自販機でもさ、こんなに売れるのはなかなかじゃないですか。ミンタがアイスをお楽しみ中でございます。可愛いですね。おっと、マジ？え、マジ？まだ買うの？
食べ終わってないのに。ミンタ買いますかね、ジュース買うのか。あ、やめました。おっと、奥太郎マジで奥太郎奥太郎何本買うの奥太郎。めちゃめちゃ喉乾いてるじゃん。まあでもやっぱりね、それほど暑いってことですよね最近ね。タコヤ登場。タコヤはねまだ1本しか買ってませんのでおかわりは全然ありえますよすごいなんかもうタコヤのソース部分のドアップがね映ってたんですけど、お、来るんじゃない。見てる見てる、来た来た来た、いいよいいよ。押さないんかい。フェイント、フェイントかけられたタコヤに。あ、来た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 来ました。なんなの今のフェイント。タコヤ何今のフェイント、一回かけてきて。ビアンカ様登場。ビアンカ様は買ってくれるんじゃないの。そこで座っちゃうか。なんかねビアンカ様ジャージ着てるから広場には来る気がする。お、タコヤタコヤ、おっと、おータコヤ購入。そしてそして、お、待って、ビアンカ様続くか、タコヤに続くかこれは。お、あ、あ、そっち行っちゃう。いやでもビアンカ様は結構広場でヨガしたりとかしてるんですよ。なのでそれが終わって疲れたら喉が渇いて自販機に飲み物を買いに来るはず、そういう寸法のはず。どうしたタコヤ、どうした、なんだこの椅子に座りたいんかタコヤこの椅子は私の特等席だからダメよ。ちょっと待って、マジマジめちゃめちゃ買ってくれるじゃんタコヤ。どうしたフィーバータイム、ちょタコヤフィーバータイムが来ましたね。待って、ビアンカ様の鼻が見える、鼻が見えるぞ。来るんじゃない、お、来るか来るか来る、す、素通りあれ素通り帰っちゃうのかな。え、ビアンカ様あれかな、なんか OL さんみたいになんかちっちゃい水筒持ち歩いてるタイプかな。おっと、ジュンくん登場かわいい尻尾をゆらゆらさせながら素通りしていきましたあれ、まあでもまあ普通に今広場にね行ったと思うので、もう一回買いに来てくれるチャンスはあるんじゃないかと思いますね。あ、歌い出したジュンくん歌い出したぞ。いやでも歌い出したってことは歌い疲れて喉が枯れて喉が乾くはずだから絶対買いに来ます。お、ピンタが来ましたね。お、ありがとうございますジュンくんもねまだ歌ってるので多分歌い疲れたらね買いに来るんじゃないかと思います。歌い終わったみたいですね。おっと買いましたやっぱりね歌い終わってもう喉がね枯れてやっぱりジュースをね買いに来てくれましたね。お、じゅんくんがおかわりいただきました。お、トリプルいただきました。はい、ということで4時の鐘が鳴ったのでこれにて終了でございます。はい、ということでね、まあ、4時になって1時間経ったので集計をしたいと思います。ちょっと正直ね一本一本数えてなかったので編集でね集計して結果発表したいと思いますね。あんなに飲み物買ってたのにねハトムスのコーヒー飲んでるビンタが信じられないんですけれども、はい、集計したいと思います。結果発表。はい、今回1時間で売れた自販機の飲み物の数は16本でございました。え、すごくないこんなに売れると思わなかったので本当にびっくりなんですけど、なんかもうせいぜいね10本ぐらい売れればすごいかなって思ってたんですけど、まさかまさか結構売れましたね。なんかね本当にびっくりしたのが結構同じ子がね結構短いスパンで3連続とかで買ったりするのでそれは結構驚きでした。まあそれほどね今熱いってことですね。実際ね私この自販機は場所はねここではないんですけど違うところに常に置いてるんですよ。
なんですけども、こんなにみんながバコンバコン買うところはね見たことがなかったので、まあ、広場の近くっていうのもあるかもしれないんですけど、もしかしたら暑さもね関係してるのかもしれないなと思いました。はい、ということでですね、今回はこちらの自販機で検証をしてみました。こんな感じでゆるっと楽しくあつ森やっております。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価、コメントなどいただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。